さあ、今回のグリードランドは新しい武器火炎放射を試すのと同時にこれが、任務です。で、ここエリア後夜クリアするも、ちゃんとねやりまして、ちょっと見づらいかもしれないですけど、で火炎放射で敵を倒すと、任せよう。火炎放射だけ上げる回でいきたいですかね。で、アイテムのその見える距離が、まあ、50メートルくらいって言ってましたけど、あれ強化できたんで、ちょ強化してきました。これによって多分何100はいかないかな、ある程度はね、ちょっと遠めにアイテムの、こうね距離が出るようで、まあ、見失ってしまったね、あの鉱石だったり、あで50ほらほら60とか出てますから、これね強化しましたね。攻撃範囲、あ範囲、おおもう強いわ。ダメージは低めですね。まあまあ、こっからでしょう。いや、レーダーがね、ちゃんと強化できてよかった。だからレーダーはね、スーツから、ね、ついてたことがありましたけど。さあ、今回、一番エリア後で一番むずいところで20分なので、多少敵のね攻撃が予想されるので、体力はちょっと上げておかないと不安かな。ちょっとメインはね、火炎放射の強化でいってみよう。75まで移るっぽいですね、距離感今みたいな感じ。いや、火炎放射いいな。何が合うだろうか、ちょっと考えようか。まあ、どう見ても後ろとかには弱いだろうけど、かなりでも、ね、貫通っていう概念が多分ないと思うんですよ、これって。あ、ナパームシラジっていうか同じものですけど、やっぱとにかく、まあ、範囲とかで多分上げればもっと強くなると思うんですけど、前に相当届くと思うんだよね。まあ、銃なら反射したりして前にはずっと届かなかったり、あるいは、まあ、貫通のいける範囲までですけど、まあ、ショットガンが確かそれをでも、ね、超えてたと思うんですけど、痛い、まあ、解放者は貫通の概念がね、許そうというか。なので、ちょっとダメージとか範囲とかから言ったら、だいぶ敵は解けるだろう。体力欲しいかな。あとは、まあ、ボスとか無条件で開けそうだよね。武器オーバーロードちょっと持ってきてますけど、あんまり違いが分かんないな。ないのかもしれない。あ、範囲来た、範囲来た。範囲はだいぶ上がったが、あとダメージですかね。体力欲しい、さすがに。ナパームの数かな。また爆弾か。やたら出ますね。いや、レーダーでかいね、ここに来て。ここに来てのレーダーがだいぶでかいんです、聞いてます。強化できる対象が結構多すぎるんで、まさかここまでできるとは。なんかアイテム外すと歩けなくなったりするんで、ね、歩けないキャラ作ることもできるね。最初歩けなくしたらどう戦うのかがいいですよね。その経験値集めるやつ欲しいな。あれか、さっきからめっちゃ食らってるの。ドローンかな、じゃあ。長い射程が弱いと思うんだよね。近づいてきた時、
あんまない、なんか合いそうなものがないですね。割とレーザー銃とか別に合わせてはなかったから、まあ何でもいいのか。これはなんか違うかな、今回に関しては。あれ、回るやついいですね。あ、ドローンの数、うん、回るやつつけるか。発射速度。体力出ないですね。え？あ、噴射距離。お、距離。これはでかい。はいはい。距離と範囲。これ相当、あと火力、火力が欲しい。あ、いいね、いいね、いいね。すごい、すごくなってますよ、これ今。解放者もレベル10です。これでいいんですと。シナジーない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 。ワンワン。オンリーワンですよ。オンリーワンエコー。画面が、おお、危ない。ヒット範囲がでかいのです。めちゃくちゃ食らってんね、こいつね。あ、弾丸、いや、これどうなん？ちょっとな、違うんじゃないかな。ショットガンの時は違って、これ、弾丸って、あの、炎一粒が1だったらめちゃくちゃ変わんないよね。いやー、ないないない。うん、多分ないでしょう。弾丸は弾丸が増える武器につけるべきで、解放者じゃないから、ないないない。まあ、もう片方が補助装備の強化とかだったら入れてみたけど、まあこのクリティカルにはね、穴がないよね。体力がやばいな。軽く死んじゃうんだけど、と敵の攻撃力高いので、アーマーもなければね、じゃあアーマーでもいいから何でもつけようか、ちょっと。火炎放射十分な気しますね。遠距離遠距離。かざせば燃えて死ぬね。この火力。クリスタってこんな散ってるんだ。いや、もっと距離欲しいな。どんなもんか先は分かんないけど。あー、まあ、ちょっと行きますね。さすがに上げとかないと。まあ、クリティカル率いっときますか。まあ、だいぶ高いですけど、せんね。今、表面の体力、アーマーと解放者のみです。あとはどうでもいいでしょう。まあ、ナパームちょっとね。ナパームくらいならっていいかな。同じ炎仲間として。見えねえ、あの、あいつの攻撃が。さて、まず、火炎放射で、あれ？火炎放射であれ増えてないな。でも火炎放射で倒せってことだと思うんで。そうか。まあ一応ちょっとあるドローンとかがやっちゃったのがさっきもしかして。あと1体出てくると思うけど、ってなると入れづらいね。補助はいらない。アーマーと体力と火力。体力ちょっともうちょい上げないと。ゲージ5個分しかないけど。初期よ、体力まだこれだと。さあ、ボスこれ途中更新されるタイプなのか分かんないですね。ものによっては途中更新になるなって感じだけど。火炎放射で倒すだから、火炎放射じゃなかったって考える方が自然だよね。なんかアーマーだけどんどん上がってるけど。
移動してない場合、発車速度倍精度上がりますよ。移動しない場合もあるでしょう。あんまでも変わる気しないね。やっぱダメージ範囲とか、そういうところになってくるから、通常の銃の強化の仕方とかで、長弾的な、弾の数的な、そういうのは意味なさそうだよね。火炎放射にはその独自のルールがあるので、距離範囲。これ点でいきたいね、距離範囲の。まあ、距離範囲というか、まあ、範囲だね、それで言うと。まあ、出ないね、なかなか。武器レベル今12年。あ、でも、だいぶ上がってるか。さあ、まだないですか？泣きガラは。75でレーダーから消えるんで、75まで行ってますね。で、今ちょっと確定したんで、75メートルならでもだいぶ捉えれるはずだから、アイテムが来た時にはね、わかるだろう。あ、でもこれスーツ、これあんま意味なさそうなんで、でも連射増えてる。変わんないんですよ。例えばアイスリングで凍らして燃やすっていうのが、だいぶ有効そうだよね。止めて燃やせばその一体が消えてなくなるわけだから、 HP ナイス。うわ、敵も強くなるんだ。もうちょっと強くしとかないと。解放射器、アーマー移動速度、ナパームの数。武器もうないのか？え、そんなこと。そんなこと言わせないよ。12は半端だよね、でも。でも取りづらすぎる。さっきから。お、来た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 。いや、これがね、分かるの大きい、このハテナ、金色ハテナ。前回なんか終わり際に取ってましたからね。全ダメージだね、これはさすがに。火炎放射上げていかないと。さ、火炎放射、火炎放射でチートだね。また新たな。まあ、レーザーでは、長弾して、すごい、多くの敵に、ピュンピュン跳ね返って、当たる感じだけど、火炎放射はもうね、近づいたものを、差別に焼き払っていくと。で、範囲が広いので、前方の敵を一掃するような感じで、ね、十分に使うわけですね。全体のダメージとかでもいいから、あ、移動しないときダメージ 100% ナイス。で、移動しない。まあ、今だと。さ、画面がここ一応燃えてます。よしじゃん。補助装備止めれたら止めたいけど、まあ、ないでしょう。こんなん火炎放射しかほぼ撃ってないくらいだと思うんですけど。あ、でも1になってるわ。じゃあさっきとどめ違うやつだったんだね。うわぁ、ちょっと痛いですね。まあ一番簡単なミッション行けば、比較的早くだと思う。行けますけど、いけると思いますけどね。ちなみにまだ武器上がってないですよ、今。13。まあ武器っていうよりかは、レベルアップの。あれは多分出るんだろうね、ボスの報酬とかの武器は。そこ狙いか、じゃあ。もうでも、ボス、6、まあ出ないよね。3回は確かないでしょ。
火炎放射でボスにダメージ当たるとかは簡単ですけど、倒せまで行くと難しいですね。まあ、他のがあったらね、コントロールできないから、まあ、武器だけ消すことができるけど逆なんでね。まあ、これクリアしてバンボス出ないでしょうから、ボスちょっと行ってこないといけないかな。まあ、倒せばクリアしなくていいんでね、簡単ですけど。なんか武器ないな。ダメージ範囲、まあ距離かな、どっちか、まあ距離範囲か、ダメージ距離範囲なんで、まあ、ダメージは、まあ、ボスとか、あとまあね、亡きがらにあるような 100% アップがあるんで、あんま、まあクリティカルとかでも最悪上がるし、上げなくていいとしたら距離範囲、これを重点的に上げたら面白いですかね。まあ、言って夜最高難易度ですから、夜は全然ね食らうこともなく出るんで、まあ、どれも別に上げなくていい、補助装備は体力も上限あるんだろうね、その点で言うと。あ、75はいいね、助かるこれマジで。これも拾わないと。あ、左にもある。あ、こうなっていつも離れてくるね。で、二度と見つからなくなるんだ。横断的に移動できる。でもこうやってるとあれか、もう止まって火力倍とかあんまり受けられないか。囲まれたら止まって、お、あ、来てんじゃん。止まれ止まれ止まれ、もうほらほらほら、止まればいいでしょ。あ、ボスいった、ナイスナイス、よかった、3回も出てくるよ、ナイスナイスナイス。もうこれで全部達成できるわ。30万ダメージはいつ達成したんだろうね。だいぶ早いんだろうな。今これ144ダメージ与えてるんでしょ。マシンガンの初期武器10ダメージだって。それ考えたら140ダメージいかれてるよね、初期武器14発分をね、通常ダメージを打ち込み続けていると。今ボスの方にすれば食らいまくっても全然食らなかったんで、バーマーも体力しっかりと効いているんだなと。止まると205ダメージってこと、これ今276180、どれ分かんない、強すぎて分かんないですね。いや
火炎放射いいね。ショットガンの強化に近いかな、タイプで言うと。ショットガンもこう横に拡散するような感じで。で、貫通とかの概念なくて、まあ、そのまま、多分、鳥以内全部与えるみたいな感じで。それに近いね、イメージはね。で、こっちの方がその範囲が広がっているような感じなんで、強く。連射も効いて、素晴らしいね。長弾貫通そんなんじゃないと。これで長弾したらそれはそれすごいかこの辺が大炎上する。これはそれこそチップはあんま持ってかなくていい。長弾チップずっとつけてるんですけど、これをメインに使うなら長弾はいらないわけで、空いたチップ分他の強化に回せるわけで、まあ、クリティカル強化したりできるんでね。それこそ範囲を上げるチップとかないんですかね。その辺があれば相当これ効いてくるんだけど。何体倒したこれ1万5000くらい倒したの。すごいな。もう何でも、もう何も意味がない。これ以上強くはならない。理論値、理論値です、これが。今ダメージ上げるにはクリティカルダメージ上げるしかないっていうね消去法的な。おいやー強かったな。制圧能力がえげつないですね。うわ59000、すごいな。1回でで銃で新しいスーツです。鉄壁の守り手。あで8月4日ね。よーしコンプリートで、じゃあめちゃくちゃ最高難易度いきますか。次は新しいスーツ着て。